皆さんこんにちは、こんばんは。俺だけはまともくんツッコベチャンネルです。前回に引き続き第6回から第10回までの各回から特に傑作だったツッコミを紹介、さらに惜しくも動画では選ばれなかったチンツッコミも紹介します。最後までお見逃しなく。第6回、将来の夢はお寿司です。優秀作品はしっかり努力するんだぞ。トゲルくんを止めるのではなく応援しちゃうという斬新なツッコミ、時には見守ってあげることも大事だよね。第7回、お金がいっぱい落ちてる。優秀作品は拾うなよ、絶対拾うなよ。お笑いにおいて鉄板の振りをするという流れ、お見事。これは拾いたくなっちゃうな。第8回、イエーイ、弾けようぜ。優秀作品はよし、転校しよう。まともくんの冷静さが際立ってていいね。周りのノリに流されない感じがグッと。第9回、まともロボ完成。優秀作品は右手と左手の温度差やばすぎるだろ。右手と左手の違和感を温度差というワードで指摘するセンス、しっかりコンパクトなツッコミにまとめられてていいね。第10回、俺だけはまともくんのコミックスみんな買ってね。優秀作品はいや、大きさ統一してくんない。とてもまっとうなツッコミ、読者の意見を代表して言ってるのがグッド。続いて惜しくも選ばれなかったチンツッコミを紹介します。お金がいっぱい落ちてる。それドル札、まずは円に換金してこい。まさかのドル札、確かにこれが日本のお札だとは誰も言ってないからね。柔軟な発想もツッコミには欠かせない要素の一つ。まともロボ完成。ご飯食べれないだろ。これは両手が塞がってるから食べられないという意味かな。けどそもそもロボってご飯食べないよね。ツッコミなのにボケのようにも感じられる言葉選びが素晴らしい。面白いツッコミばかりでしたね。それではまた次回お会いしましょう。